橋涼香、ついに最終面接まで来ました。明日です。明日、はい、マジ、はい、ギリギリだね。はい、ということで私前日不安と心配と緊張で押しつぶされそうっていうことで、心強い兄さん卒の社会人の2人、はい、就活経験した先輩に来ていただきました。はい、元仙台リーメンバーの大塚紀穂です。はい、はい、元仙台リーメンバーの星翔です。ちょっと今日はねそんな2人に、はい、最終面接前でどんな準備すればいいんですかっていうところと、最終面接終わった後で結果待ってる間どうすればいいのかなっていうところと、まあ、もし落ちちゃった場合、うん、どういう風に切り替えていけばいいのかっていう、この3つを聞きたいと思ってる。でも まずは最終面接明日なんで、はい、そうだね。そう、え、直前にすべきことって何？俺は結構軸をさ、毎回、そう、就活の軸を毎回同じこと言ってたの、どの会社に対しても、うん、だから、その軸にこの企業のどこが当てはまってるのかをめっちゃ確認してた。おー、まあ、それやるとね、なんかね、自分のまずモチベーションが上がるんで、あ、やっぱこの企業行きたいわってなるのと、まあ、あとは普通に軸聞かれたりとか、志望度聞かれても結構一貫性持って答えれるっていうのがありましたね。キーはもうやっぱ自信を持つっていうことを、うん、が大事だなって思って、もうとりあえず志望動機とか就活の軸とか、あとこれまでの面接で聞かれた質問振り返ってみたりとか、なんかもうそういうのを深掘りされた時にどう答えるかっていうのも実際に口に出しながらブツブツ、そうだよね、分かる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 、あとは本当に行きたいって意味を高めるっていう意味で、なんかめっちゃホームページ見たり、なんかその会社に関するニュース読んだり、それメディアとか超大事だよね。まあ、あとは本出してた場合、うん、会社がそれ見るとか、あとその社長面接だったりするわけじゃん、役員とか、うん、時にたまに調べて出てくる、うん、その人をめっちゃ SNS とかで探すか、まあ、本出してたら本読むとかやったり、まあ、あとはワンキャリアとかで、まあ、質問事項バーなんて出るじゃん、うん、あれを全部見て、うん、あ、これはこうやって答えるよね、これはこうやって答えるよね、これはこうやって答えるよね、っていうのを改めてやった。なるほどね、やります。で、なるほどね、逆質問を、まあ、一応ここぐらいは用意してた。あ、それ大事。次、当日にするべきことを教えてほしいです。当日の朝は朝食を食べる。はい、まず朝食を食べましょう。食べない、朝食俺は食べない。いや、別に食べてないから大事じゃないよ、そんな。そういう議論じゃない、そんな大事じゃない。そういう意味で毎日のルーティンに合わせるっていうのは、そうリラックスする、なんか特別なことをしない。え、なんかさ、直前まで言う内容みたいな確認してた？あー、電車の中とかさ。あ、電車の中でやってたかも。だけどなんか途中で緊張して何もなんか中身入ってこなくなるから、うん、結局なんか見るのやめて、うん、それこそなんかもう全然関係ないインスタとか見てちょっとリラックスしてたかも。へー。はい、まず絶対やった方がいいことは、対面の時はもうその集合場所に30分か1時間前に行ってた。これはもう絶対。直前になると急にああれとか確認しないかなとかなっちゃったりするじゃん。その時間を取れる、落ち着けるのね。はい。え、何をさ重心的に振り返ればいいの最後。だけどその会社によって変わってくるかも、割と。確かに、うん、なんか例えばもし第一志望じゃない会社で、うん、最終まで行きましたってなった時に、はい、志望度はって聞かれた時にどう返すかって考えないとなって、なるほど、思ったり、なるほど、志望だったらそれこそなんかどういうところで熱意伝えられるかなとかっていうので、うん、なんかすごいニッチな情報を取ってきたりとか、ここまでちゃんと調べてますよっていうのを伝えられるようにするためには何を知ってないといけないのかなっていうのを考えて、なるほどね、準備したり、なるほどね、ちゃんとしてるわ。もしは、いや、直前はね一応逆質問考える時間した。だからもともと、いや、さっき前日って言ったけど、まあ、前日あんま考えてなくて、うん、そしたら当日ギリギリになって、あ、逆質問あるわってなって最後30分で考えるの。だそのための30分。うん、なるほどね。はい、逆に何が不安なの？不安なこと？うん、いろいろと、もう全部、うん、漠然としてるみたいな。漠然とした不安、それはめっちゃわかる。漠然とした不安、うん、まあでも、おすずは、まあ、行きたい気持ちめちゃくちゃあるぜじゃん、うん、で、そんなめちゃくちゃ受けてて、まあ、なんかどっか受かればいいわ、ぜでもないし、うん、やる気あるし、頑張ってきてる子だと思うから、うん、まあ、受かんなかったら普通に会社がクソだよね。やめて、そんなこと言わないで。あ、それやばい。だけど、結構そう思った方がいいと思う。あ、なんかマインド的にね。あ、そうそうそう、え、こんな私落とすなんてって結構私は本当に思ってた。すごい、うん、すごいっていうぐらいの気持ちでいくとめっちゃいいよっていう。あ、思ってないけどね、会社クソと。うんうん、そういう気持ちで、うん、でも受かるでしょうって思ってて、俺は最終面接で一回調子乗って落とされたことあるから、なんか受かるでしょうが出ちゃってる人、
って案外じゃん。そういう気持ちを心の奥底にありながらも、もうめっちゃ、うわこいつ働きたいなって思ってもらうためにニコニコって。大丈夫大丈夫、頑張ります。最終どんな気持ちで結果待てばいい？あれ見てた俺、ワンキャリアのいつまでに合格来るかみたいな、最初に座ってどのぐらいで来るかみたいなのを見てそわそわしてた。あ、だけど私は結構もう忘れてた、私もうどうしようもなんないみたいなマインドで、あーみたいな。え、なんかさ、次の対策するにも手がつけられない気がする。あ、別に無理やりしなくてもいいと思うよ、特に2社だしね、受けてるの。最後に聞きたいのが、もし落ちちゃった場合どういう風に気持ち切り替えればいいですか？え、本当に、あ、落とされた、やばいじゃなくて、あ、なんか見る目ないなって思うのは大事だと思う。てか、あ、もうこの金魚知らないみたいな確かにね、うん、え、でもさ、もしさ、その受かる前まで落とされまくってたじゃん、いろんなところ。はい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 、落とされまくってました。多分15社ぐらいね、落とされたけど。本選考で？うん、本選考でも落ちたら俺数増やして安心してた。あー、そうね、それは一つありだと。そうね、落ちたタイミングで別の企業を探しに行って受けるみたいな、うん、でいかに早く切り替えられるかだよね。あ、もうそれめっちゃいい気がする。落ち込みすぎない。よし、この時間は遊ぶって決めてやってもいい気がするし、うん、まあ、あとなんかね、逆なんかそういうとりあえず申し込んで返事とか来て面接、一時面接とか突破したりするとちょっとモチベ上がったりするから、うん、まあ、そういう感じでやるのもありだと思う。ということで、もうこの時期多分ね、最終控えて不安な人いっぱいいると思うので、うんうんうん、最後、キー、星から応援メッセージお願いします。最終は、とりあえず、なんかさっきも言ったけど会社のことがめっちゃ好きですっていうのを伝える場だと思ってて、なんかもうどれだけこの会社に入りたいかっていうのを伝えたり、まあ、どんだけこの会社について調べましたっていうのを、まあ、調べれば、まあ、それはね、会社の人も好きになるじゃん、そんな就活生のこと、うんうん、だからたくさん準備をしたって自信を持って笑顔で乗り切ってください。僕はめちゃくちゃ準備して、でめちゃくちゃ準備しすぎると詰まっちゃうから、ちゃんと当日やるときはちょっと早めに起きるとかまあそういうことをして余裕も携えておくと、まあ自分のベストパフォーマンスができるわけで、まあ、そしたらね、もしても仕方ないと思うし、まあ、落ちたときはちょっとあの残念会みたいなの誰かに開いてもらったりするとモチベーション続くと思うんで頑張ってください。ありがとうございますということで、次回結果報告する動画撮れたらいいなと思ってるので、楽しみ、見たい見たい、もう落ちても分かっても撮るわ、うん、ぜひ楽しみにしてくれたらなと思います、うん、ということで頑張ってきます。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。ありがとうございます。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。